お前が後手だ。対局開始。はい、本日も自分の対局を振り返っていきたいと思います。よろしくお願いします。こちらが後手番となりました。戦後逆表記で符号を読み上げさせていただきます。今回の一局は相手の方の右四間飛車に対して、こちらは四間飛車で対抗していきたいと思います。右四間飛車対策として、こちらは7九金をそのまま保留したまま、まずは玉を固めていきます。この7九銀保留型とは、相手の方が6五歩と突いてきた場合、こちらは同歩と取って、そして相手の方が8八角成として角交換してきた時に同銀として受ける方法と、もう一つは相手の方が7三桂馬と跳ねた時に、こちらは7五歩と突き、6八飛車を7八飛車にして四間飛車から三間飛車に転換して桂馬の頭を狙っていく2つの方向性があります。相手の方が6五歩と突いて回旋をしなければ、こちらはどんどん玉形を固めて、理想形は銀冠に囲いたいと思います。銀冠まで組むことができましたら、あとは相手の方の攻めをひたすらゆっくり待ちます。ここで相手の方は7三桂馬として桂馬を跳ねてきました。このタイミングでこちらは7五歩と突き、桂馬の頭を狙っていきます。そして7五歩同歩に対して、こちらは四間飛車から三間飛車に転換し、7筋から狙っていきます。そして7筋の一歩交換することができましたら、次は保留していた7九銀をどんどん繰り出して前に進めていきます。これによって相手の方は6筋からの攻めは難しく、飛車を8筋に転換しました。相手の方は右四間飛車を諦めました。囲いの硬さはこちらが銀冠、相手の方は天使角美濃でほぼ互角だと思います。あとはこちらは銀冠の3六歩を突いておいて、3七桂馬と跳ねるようにしておきます。相手の方の囲いは天使角美濃で、横からの攻めにとても強いので、こちらは相手の方の上部から狙っていきたいと考えております。その上部とは相手の方の2四歩を狙っていくことです。そして2四歩を狙っていくためには、こちらはまず3六歩として歩を動かし、そして3七桂馬として、そして最後に2五歩を突いて、そこから攻めていきたいと思います。相手の方は再び6筋に飛車を振り直し、右四間飛車で攻めていく方針だと思います。こちらは4五歩としました。この4五歩は後に4四歩として、そして4筋からの攻めも考えていました。あと角交換後に4六の地点に角を打つ筋も考えています。相手の方が3三角となった時に、こちらは攻めを発動させたいと思います。こちらの攻めとは2五歩として、相手の方が同歩と取った時に、こちらが2五桂馬と跳ね、相手の方の3三角を狙って1、そして角が移動した時にこちらは6五歩と突き、角道を開けて攻める方針です。ここで6五歩と突き、角道を開けて角交換を強要します。
そして2四歩と打ち、相手の玉形を乱していきます。5分。ここで4四歩と打ち、同歩に対してはこちらは7一角と打ち、相手の方の6二飛車を狙いながら、そして4四の地点に馬成りを考えていました。相手の方はこちらの4四歩に対してそれを手抜いて6筋から攻めを目指していきます。現在こちらは相手の方の玉を上部から狙っており、またこちらの金冠が硬いので、ここはどんどん攻め合いを目指していきます。叩きの歩、こちらは相手の方の左美濃を崩すために4四歩と叩きの歩を打ちました。このタイミングでこちらは6七と金を銀で取り、そして5三角成として金を取ります。ここでの駒の取り合いはこちらの銀冠が硬いため成立すると思いました。相手の方は7九飛車と打ち、2枚の飛車でこちらの銀冠を狙ってきますが、こちらの銀冠は上部がひどいためそこまで怖くなかったと思います。You win。 ご視聴ありがとうございました。